い、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、一番くじの3連チャンみたいな感じになっちゃうんですけどね、番外編ということでね、A 賞のね、身勝手の極意の僕、あちらがね、やっぱりね、ちょっとね、テッカテカがちょっと気になったんで、自分なりにね、リメイクしてみました。はい。まあ一応ね、こういう感じで、まあなんて言うんですかね。こう、ちょっと見づらいかな。はい。こういう感じで、まあ普通にトップコートの、艶消しを全体に吹きました。まあ顔以外ね。やっぱ髪はね、やっぱ銀色はテカテカしてた方がやっぱっぽいんでね、なので、髪はやらずに、顔から上はやらずに、こう体だけね、トップコートの艶消しをパーン吹きました。はい、やっぱね、全然やっぱテカテカが取れるだけ全然見栄えいいよね。であとまあ、ここら辺はね、ウェザリングでね、ちょちょいと、ちょっと汚しを入れて、まあ、大体ね、ジレンとバトルしてるのを見ればわかると思いますけど、汚れがない方がおかしいですよね。はい、ということで大体、まあ、ボディーブローをかなり食らってると思うんで、まあ、かなり汚しを入れて、あとズボンにもね、ここら辺ちょちょいっと汚れを入れて、まあ、あとここら辺もね、汚して、はい。で、背筋もね、ちょっと凹凸が目立つようにちょっとこうねバーッとね、やりましたね。はい、まあ、こういう感じでね、はい、こういう人もね筋が見えるようにね、こういう感じで、ウェザリングで、うん、こうやっただけでもね、もう全然やっぱ見栄えが完全に違くなりましたね。もうテッカテカ感がないんでね、うん、うわ、こう見るとすごいかっこいいなぁ、やっぱり、うん、いや素晴らしいね、うん、こう見るとね、やっぱ艶消し服だけで全然違うな、これ。いやーいいわ、うん、はい、ということでね、ちょっと番外編ということでね、やらせていただきました。まあね、まあ、皆さん A 賞弾いた人はね、どうですかね、うん、まあそのままでもね十分かっこいいんですけどね、まあ自分もこれは初めて、やりましたね。プラモデルとかではよく、使ってるんですけどね、まあ今回フィギュアに使ったのは初めて、うん、まあ自分なりには満足かな、うん、ということでね、今回はね、短いですけれども、以上ということで終わりにさせていただきたいと思います。ではね、もし、よろしければチャンネル登録とあといいねを押していただけますと、幸いです。では、ご視聴どうもありがとうございました。